まず第一問、一番愛してやまない好きな食べ物。覚えてる？俺はもう今もう何かわからない。変わってるかも。僕は多分トウモロコシ。俺はねアイスが食いたい。え、うん、気持ちいい？うん、もう覚えてないね。アイスが食べたい今ね。うん、でもそれ確かに今何食べたかって変わりそうだね。そうだね、愛してやまない。うん、アイス食べたい。じゃあ正解見ていきましょう。はい、愛してやまない好きな食べ物、オムライスです。アイス。半年前だからね。惜しい。あ、でもでも思想の変化まで覚えてるわ。自分の好きなところは、え、覚えてない。ない、ない、ないって言ってそう。俺声か顔って言ってそう。僕、うわー、言ってそう。見てみましょう。はい、自分の好きなところは声、ゲーム。うわ、俺バカだわ。そう、この中ね。うわ、俺なんかずっとゲームって答えてなかった。そうそうそう、うわ、思い出した。バカが、何でもゲームって答えてるシーズンのやつが。こいつバカだな、マジでな。ああ、ガシン翔太。ああ、向き不向きよりひたむきにって言ってた。いや、座右の目。いや、聞いたことないよ俺。そ、座右の目は、座右の目とかあるか。あります。同じこと言ってる。ガシン翔太。おーい、なあ、ないです。わかってない。まあ、ないんだ。じゃあ今日からそれにしよう。いや、これなんかね、過去には言ってたんだけど、うん、座右の銘というよりもいい言葉だな。いや、でも好きな男性。うわ、覚えてるわ。ふざけたよ。僕ね、最近よくバルやるんだよな。え？行くよ。はい。せーの、僕、小野賢章さん。ラドクリフ。ここまで合ってる気するわ、セットで。ラドクリフも、小野賢章、ラドクリフも、ハリーポッターつながり。そうそう、俺この頃ハリーポッターをずっと見てて、ね、好きな男性有名人は小野賢章、ダニエル・ラドクリフ。おい、言ってるわ、マジしょうもね、こいつマジで。もういい。続いての質問は、もう再生、好きな女性芸能人は。再生してください。はい、どうぞ。はい、好きな女性有名人は誰ですか？なんだろう、エマ・ワトソン。おー、やべえ。いや、そうだ。抜かれた、お前ずるぞ。そうだ、じゃあ俺なんて言うんだ。いや、エマ・ワトソンだよ、それ。かぶってもいいんだよ、一応。いいのか。そうだよ、エマ・ワトソン。あ、言ってる。かぶることある、エマ・ワトソン。なんだ、逆に。かぶることないよ、普通。もう、ハリポタハマってる。いや、そう、バカだもん。マジで、しょうもないですね。